Tại sao người Nhật thảo mai? ねえ、この服昨日買ったんだけど、可愛くない？あんまりその洋服の色は可愛いと思わないけどな。本当だ、めっちゃ可愛いね。これ作ったんだけど、食べてみて。いいんですか？ありがとうございます。あんまり美味しくないけど。めっちゃ美味しい。ああ、よかった。お口に合って、うん、ありがとうございます。綾乃さん、今から飲みに行かない？明日の朝早いしな。どうしよう。はい、行きましょう。行きましょう。内心では嫌なことをあえて口に出さず、当たり障りのない言葉で返すことで、相手に不快な思いをさせないようにすることが日本人の特徴です。皆さんはこの日本の文化についてどう思いますか？コメントしてくださいね。Các bạn hãy đăng ký kênh để cùng chúng mình khám phá Việt nhé nha.